おや、朝比奈さん、どうもこんにちは。あ、上白さん、すごい大きな紙袋ですね。先ほどいい本をたくさん見つけてしまいましたので、ショーの参考書とでも言うんでしょうか。僕らショーマンは常に新鮮で奇抜なアイディアに飢えていますから。アイディアに飢えている。奏が曲を作るときにインスピレーションがないとって言ってるのと似たような感じかな。本当に一生懸命なんですね。僕たちのショーを心待ちにしてくれているお客さんがいますからね。朝比奈さんも気が向いた時はぜひショーを見に来てください。いつでも歓迎しますよ。はい、ありがとうございます。